おい、やるとするかい。よこせ。一人でサンドラット2匹ある。ちょっと待て、これもしかすると、こうすることによって、できない。いけるか、いけないかな、これで。お、俺も助かるだ。あ、これでいける？もしや。うぃー。なるほどね。そういうことなんだ。ってことは人数分これ揃えることができるのか？ああ、じゃああれじゃん。あ、なるほど。別になんかいろんな箇所に行く必要なくて、ここで多分全員分揃えられるってことだな。うぇー、結構な長旅だったな。まあ、とりあえず何をしてるかっていうと、なんか前のそんなクジラがどうたらこうたらみたいな。ここじゃないの。早口言葉がどうたらこうたらってこの人がなんか育てきやすいな。トラネカかよく活気を逆だ。練習してから出直してくるんじゃない。これなん、どうすればいいのこれ。トラネカかよく活気を逆だ。早口二段を卒業。あ、会話することによってあれか。大巻ガニを赤巻ガニの木巻巻。言えねえ。どうだ。青巻ガニ、赤巻ガニ、木巻巻。目を描いてんじゃん。目を描いての印に早口決めたら授けよう。あ、これ何もない。何もない。何、これであれなの。これであの、あそっか、そういうことか。謎の大陸に来てしまったわけなんだが、もう、ちょっとね、ない。あ、ここはそうじゃね。あー、見た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 。いや、いけんじゃねえか。なんだったらいけんじゃね。もういけるだろ、こいつも。でれでれれ。やめて。動けない。じゃあ逃げよう。お金の厄介だな。てれてれて。俺は全然食らねえじゃん。もう余裕だろ、したら。こう、俺がなんか前に行ったとこだよね、確か。前に来て、それでなんか、なんつうの、ここにこいつらがぶっ殺されたとこなんだよな。動けねえじゃん。てれて、これいつ動けるの？動けない。もう逃げよう。勘弁してくれ。勘弁してくれ。俺はもう去るからな。おーい。俺を逃がしてくれないか、君は。長かった。長い道のりだって、こっちは何だろう。お、なんかある。ここもなんかあるな。いや、まあ、大雑把な地形を把握して、大雑把なな。大雑把な地形を把握したんだから。客が来るんで久しぶりだな。ポッサラの村。ポッサラ。トゥトゥ。またこれ系か。てれててて。あー、人がいた。人がいねえと思って。人がいないと思って何も、もうそこに落ちてきてしまった。北の沖ネロ珊瑚礁に行ってみたらか。宝物が沈んでた。お、北、あ、そう、北になんか あるっつって話せばな。そんな話をなんか、おら、もしかしたらあれじゃねえか。骨男が襲ってくるかと心配で夜もろくろく眠れないな。なるほど。てってんてってってれて。いろんなとこにいるな、こいつは。そう、これはなんかだいぶなんかまあ、まあ一応まあちょいちょいちょいは進んでるような、進んでるような気もするんだけどよくわかんねえな。何がどうなってるのか。誰もいねえじゃねえか。誰も癒しやがらねえ。お、村長か。ハガー船長、お前何やってんの、追い詰めてやっからな、お前。おい。骨男の墓場を通り抜けてくるとはやはり本物の勇者だね。偏僻なところまで聞けてくると俺に。先祖から使うダゴの、お、人魚の祠で使うんだぞ。よった。とりあえずなんか手に入れたぞ。ダーゴンのなんちゃらかんちゃらってやつを手に入れてしまったのか。まあ、とりあえずこれでもあれだな。まあ、よくあんねんけど。謎の進展を果たしたってわけだな。だけど、じゃあその北のあれぞ気になるな。だこれあれだろ、これじゃなかったっけ、わかんねんけど。これが北のあれじゃなかったっけ、だといいんだかな。だけど、じゃあ北のな、行ってみるからな。じゃあちょっと。北っつったりね、東っつったりなんかわけわかんねえからな。お、もしや、え、ガチであんじゃん。ちょっと待って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 。邪魔、どっか行きなさい。これは来たんじゃねえのか。これあれじゃん。え、ここにね、あるってこと。ちょっと探してみよう探してみよう。これどうだどうだ、何か探してみた。ジクリング見つけた。ジクリング、これで敵をめちゃくちゃにするという恐ろしいあれになるんじゃねえのか。これは死んだ俺は。ういえ。まあ、とりあえず戻ってきたよ。とりあえずは戻ってきた。てっ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 て。で、これであれでしょ？ここでやればいいってことだろ？あ、これまた？これ使わなきゃダメなのか？こちらのヒゲ。なんでだよ。マジ？マジか。このまたこのきつい戦いを、この恐ろしい戦いやんなきゃいけないのか。
テテテテテテテ。まあとりあえずまあ3、5回ぐらいやればまあ、まあ勝てる戦いであるだろう。右右。こいつなんか弱くなったらあれだよね。弱まったらなんかあの、そういうなんかあれがあるのかな。攻撃力が弱くなるみたいな。テレテレテレ。ドーン。早く倒れやがるお前は。テレテテテテテ。またこれ戦わなきゃいけないんだけど。やめて、そっちやめて。ここで行く。これやばいぞ、非常に。非常にまずい。よしいぞ、それでいいんだ。それでいいんだ、お前は。で、こうなると敵のなんか攻撃力弱くなるんじゃね？わかんないけど。さあ、頼むぞ。てれてて、ほら、なんか弱くなってる。だからこれでまあいける。いけるはず。倒して。よーし、オッケー。地上の53パールってやる気があるのか、まったく。てて、てれててれてて、ドラえもんだよ。おい。もう全部手こずって、ここまで。マグロの群れだ、マグロ、マグロ、マグロかと思ったら何プカチンが欲しいよ。そうだ、そう簡単に終わると思ったか。どうぞ行ってみ。あなたは早口言葉の免許を書いてないじゃないですか。なんだこいつって。飛んだ失礼してしまってお詫びに殺させてあげます。プカチンポテンゆるった。何これであれなの。おらない、乗れるようになったわけ。わざと何もない、何もない。でこれが例のあれ、これが例のあれなのか。ちょっと待って、プカシップあれだろ。おお、なんかずいぶんいかつい、いかついな、ずいぶんと。でこれが、これがあれなの。で一旦戻るわ。戻ってきたぞ、戻ってきたぞ。おい、よーし、これでついにあれなんじゃないのか。これでついに4人で全ての旅ができるという、なんか恐ろしい、恐ろしいあれ的なあれなんじゃないの。これはほこらがある。後ろには宝が住んでる。西の島の周り、まあ、なんか、だんだんこの地形とかいろいろ把握してきたことによって、まあ、その言ってることがだんだん、なんとなく分かってくるようになってきたの、なってきたのか。東の祠なんてあったっけ。でもこれであれでしょ、いけるようになったんでしょ、我々は。てて、てけてってて。うい。サンドラットだっけ、なんかあれ全員分揃えてさ、全員分揃えた方がよくね、まず。全員分揃えて、地図のあれをちゃんと見て、そうだよ。そう、見てねえもんな、そもそも。わかんなすぎだろ、これ。あー、でもなんかどっかのさ、なんだっけ。なんか絶対これ、俺もなんか通ったんじゃない？これ絶対通ったことあるだろ。絶対通ったことあるでしょ。うえぇ。やっと4人揃ったらいいけど、なんかすげえ、なんか差が全部できてしまったな。でででででで。経験値2だからな。経験値2。さあ、非常に。非常になんかもう今さまよっていたんだが、とてつもないとこに俺はもう来てしまったよ。これはまずいんじゃないか。ちょっと待って待って待って。あの一番最初のなんつうの、炎の勇者のいたとこのまあ北らへん、北ってか北西らへんか、なんかあんじゃねえかよこれ。なんだこれ、まあ、ボラオのなんかいた地域のさ、一番最初の地域のずっと西に行くと、なんか砂漠の村みたいなのがあったんだけど、そこをなんか北に試しに行ってみたら、おー、いけねえ、ちくしょう。なにこれ、なんかそこになんかピクシーみたいな、ピクシーってかなんかはぐれなんちゃらかんちゃらみたいなとか言ってさ、でそれなんか北の祠になんか、北の祠になんか行ったらなんかその祠から来たんだけどみたいな感じで行ったんだが、おうわ、なにこれ、鍵シルバーキー、シルバーキーなの、これやばくね、やばすぎだよ。あの、せっかくなんかいい感じ。あ、でもここはまあ一個あれだな。まあ次の。手明かりとしてはまあ一応取っておこう。鬼コウモリってなんだ。てれてれてれて。もうレベルも上がりやしねえよ。敵が強すぎだよ。敵が恐ろしく強すぎるな。てれて、もうやべえな、マジで。ボラオでこれだぞ。いや、これせめてなんか買った方がいいな。うわ、買えない、もう無理だ。なんか買おうと思ったけど。そうか、もう完全にさまよってる。もう世界の果てまで行ってみようかな。装備を整えつつ世界の果てまで行くというなんかそういった行いをするってのは悪くねえんじゃないか。テレテレテテ。あ、ここから先行けないな。南は行けないのか。で多分西もあのあそこの場所がもうほぼもう左下
あ、どうなんだろう、まああるかもしれないけど、酒はもしかしたらあるかもしれんが、おお、なんかあるじゃねえか、絶対これ怪しいだろ。真ん中ちょっとこっちを調べてみよう。てててててて、絶対こういうとこになんかあんだよ。もう今までのなんつうの、もういやめて。あ、そんなあれか、強いやつじゃねえか。強いやつじゃないってことは、まあ、その大したことはある程度あれだな。まあ、安心して探索ができる。いやー、どうだろうね。でも、前のあれがあるからな。前のあれがあるから、ちょっと油断はできんぞ。ああいうパターンも、だからどっかしらなんかヒントがあってなんつうの。もう、究極の果てしない南の島にある、なんちゃらかんちゃらには、もし、俺は宝を埋めたみたいな。そこに全てを置いてきたみたいな、そういうパターンも十分ありえるっちゃありえるからな。そういうパターンありえるから、俺はもう一応、まあ見た方がいいんじゃない。真ん中か、こういうの真ん中だよな。いやー、どうだろうな。ただのなんか無駄足な感じもすきよな。でも敵、まあ敵の強さはまあそんな強いわけでもねえから。微妙じゃないの。なんかすげえ微妙な感じするんじゃないかな。てててててど真ん中だ。こういうのはど真ん中だ。何もない。やはり何もない。やはり何もないのか。もう分かっているんだろう。何もないのかな。マジ？まあ、とりあえずはまあ見た感じ何もなかったな。似てると思ったけど違うな。あそこ、いやちょっと俺ちょっとね、一個ね、ちょっとあの試したい場所があるんだよ俺。ちょっと心当たりというか、まあそれがあるんだが。なんか地形は似てるんだよな。形は似てるんだが、これが上がんねんね。これどうなんだろうな、これな。なんか怪しいよね。どうだっけ。そう、もう一回見てみよう。ぽよぽよだっけ。1234123235か。なんもねえじゃねえか。ここクイーンソード見つけた。ふい、来たぞこれ。これマジで来たんじゃねえか。もう伝説のあれだよ。もう伝説のなんちゃらかんちゃらが始まってるところだ。よし、一旦帰ろう。で俺はもう一個心当たりがあるのが、まあ、上の方で買っとこうかな。ここ2個買っとくか。ちょっと待って、ちょっと待って。強さだろ。炎の兜、あ、兜持ってないんだ。67、68か。67、68。で、まあ、とりあえず、これは欲しいな。見た感じなんか良さそうじゃない？なんか炎、なんか、大気の盾とか、なんか、それなんか属性のあれがあるんだよな、それぞれな。水の、なんだっけ、大気のマントラ忘れてるけど。これはもしかしたら専用の、素晴らしいものである可能性がある。なるほど、おお、結構上がるね。買っちまうか、じゃあ。もう最初のボラをめっちゃ強くしといてさ。これを。あ、できないの？誰だ？ポヨンか。あ？いや、まあ、それだ。あ、だ、勇者の権利や。あ、でも、ここまで来たら、なんか、微妙な感じですけどな。まあ、多少、まあ、強くなるんであれば。まあ、お金、まあ、この間すぐたまんだろ。よし、548か。でこれで70、まあまあまあ、あ、悪くないでしょ。硬くはなったよだいぶな。ちょっとこういう感じで、ちょ、お金稼ぐの結構大変。いや稼ぎてえけどな。これ誰か遊びに行くのか。もう一個無理か。お、いけるじゃん。お、いけるね。あ、だったらまあこれでいいんじゃん。まあ、とりあえずこれでまあ強くなったべ。31。なんとも言えねえけど。なんとも言えんが、まあとりあえずはないよりマシだろ。で、まあ全滅してなんかまああれだから。全滅して金がなくなるよりはまあはるかにマシだろ。金がない。金がない。なんだぞ。足りねえ。金が見事になくなった。金がもう今ゼロになっちまったよ。せっかくなんかもう頑張って貯めてたのに。で、心当たりあんのは、あの、あそこだよ。なんかあの、子供がいたとこだよ。
ヒント、まあ、ここの住民がさ、ここの住民がなんか宝がすぐ下にあるみたいに言ったんだよ。だから最初は何のこと言ってるのと思ったんだよ。俺なんかそうなんか 右だろなんか下だろなんかわけなあかんねえことばっかり言いやがってみたいな感じの思っていたんだが、おそらくはこの近くにあるんじゃないかっていう。どっちだっけ、クッキー食いだっけ、ここじゃね、これじゃね、これだよな。天の巻物見つけた。よーし、まあ、だいぶいい感じになってたんじゃないか。あとはどうしようかな、まあ、残り行ってないところ行くべきか、行ってないところ行って、まあ行ってないところはどこだか知らないけど、もうあとどこ行ったらわかんない。うぃー、まあちょっとだいぶやってはいたんだが、まあとりあえずバブがまあちょいちょいまあ強くなってんね今。まあアースの鞭というやつを装備したことによって多少は強くなってきた。43、28、エスパートはそんな強くなかったかな。でもアースの鞭ってやつが相当、あれどこだっけ、あのなんか港町のあの ボートを手に入れたところで あそこだったはず、確かかったのは。でまあちょいちょいまあ強くはなってはいるんだがって感じだよな。でまあとりあえずここら辺の海をちょっと探索しねえから、探索しようかなっていう感じなんだけど、だいぶなんか疲れてきたのよ。テレテテレテテレ、まあ、まあちょいちょい強くなってるのは、まあ、なんでも地味にね。ほらほら、バブがだいぶ結構来てるでしょ。レベルが上がってくれればな、レベルが上がってくれればさらになんかまあおかわりが来た。こっちなんかあんのかな、左下の方にもなんかあったから、なんかこっちのなんか 右下っつうかな、こっちもなんかあってくんねえかなと思ったんだけど、テレ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 、こいつは強いんだよな。ちょっとさすがにちょっとこれはもうできれば戦いたくないんだけど、テレ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 、たぶん一撃で殺されるかもしれない。あ、意外といけてんな、バブ勝てえな。ボロード8だからな。おい、あ、これ倒せるでしょ。トゥル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 、あ、つっても本当なんかさ、経験値がなんかもう全然なんか大したことないんだよな、敵が強くても。あぶねえ、やめて。トゥルトゥルトゥル、あの2人9と40なんちゃらパンチ、なんちゃらパンチラパールだろ。バブがまあ強くなってくれれば相当楽になるんだよな、かなり楽になる。だからそれを狙ってまあやっていけばいいんじゃないのか。なんたらなんかもう集中型で、なんかもう集中型でもいいかもしれないよな、バブとなんかもひたすら。ちょっと待ってくれ、これはちょっと待ってくれよ、待ってくださいよ。これじゃね、これじゃねえか、ちょっと待ってくれ、ここか、どうだ、ちょっと巻物見つけた。これ確かあったよな、なんか2つの巻物をさ、2つの巻物をなんかなんつうのあげればなんか誰かにねやればなんか、いやあそっからなんか俺がめっちゃなんかすげえ敵がなんか強いとこいっ、え、あそっか、あそっかもしんねえ、そこに持っていけばもしかしたら何かしらの新たな手がかりというか、それは来てるんじゃないか、そうだとしたら。デレデレデレ、よーし、150パー多いで、150パーめっちゃいいな。一番最初のボラオ地方から上に来たらなんか発見してしまったんだ。これなんだ、まあ、ないでますか。謎だ、恐ろしいけど今さまよってるわ、引っかかれてしまった。何事だった、これさ、これいけんじゃない、これでもしや、うぃー、そういうことだ。で、てててててて、あ、これでいけるようになったってことか。あそこ、これもしかしたらもう一個のとこいけんじゃね？わかんないけど。てるるる。もうなんか世界、もうすでに世界巡りしてるよ。もう謎だよ。俺が一体何をしてるのか謎でしょうがない。あ、大丈夫。あ、大丈夫だったか。船が必要なんだ。階段たどり着くには。あ、あれ？これとかあったっけ？お、これなんだ。あ、これ一番、もしかして一番最初にもらったやつか。金がかかっている。まあ、でももう、この感じで言うと、まあ、おそらくさ、そんな大したものはないと思うんだよな。てっ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 て。あそこ気になるな。あの階段何よ。あれ、あそこで入ったことあったっけ？いや、わからん。まあ、行けばわからん。あ、こっか。ここで、まあ、一旦戻っては問題ないだろう。
な。どうすっかな。ここにあの大気の盾とさ、大気の鎧だったから売ってんだよな。売ってはいるんだが金が足んねえわ。とてつもなく足んなかった。テレテ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